2年目の前半戦を締めくくる最後の戦い、広島3連戦がこれから始まります。現状2位とのゲーム差 10.5ゲーム差、一見ゆとりあるように思えるけど直近2カード連続で負け越してる。今回負け越したら3カード連続、そうなったらこのゲーム差をさらに縮められるってことになるんよね。ここまで来たらやっぱ前半戦は10ゲーム差以上開けて終わりたい、それが俺の思い。負けたくない戦い、1試合目から戸郷エースを託し、そして状態悪い奴らがいる。直近負けてる理由はこれかな、疲労がゆえに状態悪いのか、そういう空気だからこうなるのか、どっちなのか理由はわからないけど、こういう顔色のやつが多すぎんねん。状態悪いけどオーダー変えることなくチームのチャンスに序盤は注目してやっていくが、それがゆえにまた打てずにチャンスそのものもなくに、戸郷の頑張り虚しくみたいな、やめろよ。ここまで前半戦勝利を多く積み重ねてきたんだ、だから最後までゆとりを持ってゆとりのある野球をして、そういう形で締めくくって後半戦を迎える、それが一番大事だと思うんですよね。それができるはずのチームなのに状態はそういうわけではないっていうね。これなかなかチャンス来ねえなと思ってたウォーカーのホームランから始まる1試合目ということになりました。当然戸郷はそれを守るだろうし、いつものようにで、チャンスも来たじゃん。相変わらず強いジャイアンツはここにいて、まあ、直近負け越してるゲームもありましたけども、いやいやこの戦い負け越すことはない、なんだ大体弱い広島カープですよ。そんなチームに1位の俺たちが負け越すっていうのはない話。当然のごとく勝ち越してゆとりをね、早い段階から作っておくべきでしょう。ゲッツはないでしょう。うん、最低限の形、いいんです、いいんです。これでいいんです。いつも言うとるが、これが好きなんです、僕は。これからこれを積み重ねていこうと思いますよ。大事なことなので。おい、全然チャンス広がるやん。ここでポランコもまた状態悪い。が打てる？ここからちょっとピンチに切り替えてね。まあそもそもそんなものはないといつも思ってるけど、思ってる時ほど来るんよね、そういうのが。いきなり来る？ことはなく戸郷ナイスっすね。相手をヒット2本だけで抑えている。その流れで褒めたら褒めたら褒めたら毎回これなんや。口に出さんかったらよかったっていつも思うこと。うわ、ここでノリノリ。ちょっと怖いね。石原は石原でも、あの石原ではないですよね。もう引退してますからね。別の石原が今ここにいて、これでいてノリノリで。警察こそは働いてるんだけど、ちょっと怖いね、これ。簡単にいけないよ。本来簡単にいける打者なんだけど、ノリノリだから怖いでしょ、これ。これ、フォークで三振。ないよな、ノリノリだから一発だって十分にあり得る。もう一球続けても絶対振らないと思うんで、これは外に逃げるカーブ、これで誘う。反応はない、ノリノリだからめんどくせえなお前。どうしようかな、フォークでもう一球誘ってみようかな。間にカーブを挟んだことによって次こそ振ってくれないっていうね。ランナー満塁のピンチで引き続き戸郷行く。こいつも絶好調かい。併殺持ち度はあるんだけどね。もうここ1点は仕方がないから、その併殺を奪えるのであれば理想的。引き続き戸郷で行こうとは思うんですけど、あ、よかったよかったよかった、完璧。今ホーム投げたらアウトできたけどね。まあ、この1点はもう仕方がない。その精神で野球をやってるんでね。ここで相沢が代打で出てくる時代なんやね。広島カープも変わった。そら変わりますよ。俺たちだってこれから変わっていくんだから。それ同様、広島だって変わっていく。いいも悪いもな。ここに関してはもう終わりたいけどな、シンプルに。三振よかった。7回投げての1失点。さすがエースというピッチングやね。ただピンチに注目した途端のこれはいらなかったですけども。よくありがちなので仕方がない。代打送られましたね。この後いつもの勝ちパターンに入りますわ。で、そいつが当然抑えてくれる。というわけではなく、またピンチを作る。もうここも最低限1点は仕方がないという割り切り大事でしょうね。坂倉今日3打席連続の三振中。じゃあ4打席連続してもらいましょう。中川で抑えんねんな。1点は仕方がないけども、三振取れるのであれば、取りたいよね。決め球全然振ってくれないのは死んでるってわけじゃないと思うんだけど。オーケーオーケーオーケー。いやでもタイミング全然合ってねえわ。これ最後絶対スラーブ振るよ。はい、振る振る振る。4打席連続。バットコントロール長けてる選手だというイメージなんだけど、そういうわけではなかったね。まあ、この流れで気をつけるのはマクブルーム。油断して打たれがちなんでね。ここではそうなることないように気をつけながら、失投さえ投げなければっていう選手や。よし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 。ピンチを切り抜けた。もういらないよ。さすがね。安明までピンチを作る。こったない。この2点差の前に得点。あったね。オーケー。最後なんかピンチ来るかなと思ってたけど、そんなことはなく、カードの初戦勝つのは義務。これで戸郷は2桁勝利。一番乗りなんですね。リーグで今一番勝っている投手。そしてリーグで一番ホームランを打ってる選手がこのチームにはいて、だからこそこのチームは1位。個人記録から今1位である理由というものがうなずけますね。その岡本の活躍もあるし、状態悪いなりに全然打ってくれる選手もいたので、最高なチーム状況ですよね。下に落ちるわけがない。次も勝ってあっさりカードの勝ち越しといきたいところ。状態の悪い選手は随分
分減りましたが、丸に関して状態悪い、年齢的なものもあるしね。こういう選手に関してはもうスタメン外して若手に機会を与える。増田陸あたり状態いいから起用して6番任してみようかな。打ってくれるかもしれん。そもそもこれだけの数字残してるんで、もう鼻からこっち使ってもいいかなと思うんですけど、外野の適性がこの程度やから、丸の代わりで使えるほどじゃないよね。守備適性をもうちょっといろいろと手に入れたいのが本音やな。一塁が本職みたいなとこあるけど、一塁手じゃなくてもよくない？外野の方がいいような気がするんだよな、能力を生かすためには。とりあえず今日はライトのまんま起用していくことになるので、そこの増田の活躍に期待注目。こいつは何かやってくれるかもしれん。ただ勝つだけじゃない、若手が活躍してくれて勝つっていうのが一番気持ちいいし、今のジャイアンツはそれを求めてる。一勝一勝、一打一打に価値を見出していきたいと思っているんで、若手が打ってくれるとただの一勝ではなくなる。菅野が打たれることはまあいつも通りといえばいつも通りですから、はい、増田の打席チャンスで迎えたので一打でひっくり返してやりましょう。狙えますよ、相手大瀬良大地だとしてもね。狙って打てる力はもうすでに持ってると思うので、スタメンで機会与えたっていいんだよ、十分なんだよ。ちょっとそこが作れないから残念なんだけどね。あ、でもここで打つから大丈夫って思わせて、打てるよ打てるよ、最後まで強振で、はい、来た。まあこういうことですよね。坂本の後釜候補なんて言われてた時代もありますけど、いやいや、君は坂本の後を追う必要がない。唯一無二の存在になるんだよ。なれる逸材が今ここにいるのであれば、やっぱこれからもっと機会を与えていった方がいいかもしれん。ただ外野ってなってくると、さすがに守備能力もあれだしな、そこが難しいので、一回二軍に送って適性を習得させるっていうのもありだけどな。一軍にこうやってね、ずっとベンチに置いておくとそれができなくなる。選手を育てるという部分では正直今もったいないことしてる。ほんとベンチに置いておく選手じゃないわ。もう全然スタメンで使って打てる選手だもん。もったいないでしょ、あのまんまだとね。だからこのタイミングであえて2軍に落とす、ゆとり余裕もあるしね。わざわざ増田陸をベンチで置いとく理由も今ないんですよ、これだけ勝っているし。まあいてもいなくても勝てますし、でもいたらもっと勝てるようになると思う、スタメン増田陸が。この後1回2軍に落として外野の適性を習得させようかな。まあ、とりあえず今日の試合勝てたらね、このまんまそうしていこうかなと考えてますけど、勝てるんじゃないですかね、この一発で十分ですよ。菅野もね、ほんと立ち上がり打たれがちな投手ですけど、そこさえ乗り越えたらいけるはず。おえ、また得点が入ってチャンスで、この後増田陸にも迎えられるか。ポランコで繋いでいきたいとこやな。大瀬良から得点取りまくり。この打球も落ちて、増田で返せばいいんだよ。また出るか、また出そうか。いや、もうそれが一番気持ちいいから、出したい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 衝動に駆られてる。だから出す出す出す、出た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 、いたいたいた、ギリいかない。まあこれはもう少しパワーがつけばというところでしょうね。あ、これ三塁ランナーポランコ無茶やったかな。セーフ、無茶やない。これだけの点差が開いた以上は、以降チャンスに注目することはなく、選手に任せるという形を取ろうと思います。菅野もね、本来の予定だと6回行かす予定なかったんですけど、まあ点差もあるんで6回行って、結果抑えてくれましたね。問題はない。ここでピッチャー変わりましたと。さ、増田はこれから選手自身に任せることになるが、打ってくれるのであればそれでいいぞ。まあ打つことはできず、あくまでも打ってんのは俺だけやね。ほんで守備固め送られたんで、増田陸はもう打席に立つことはなく、9回を抑えてゲームセットのカードの勝ち越しいただきましたと。さ、そら弱いカープに負けない、強いチームが勝つのは義務。わお、そして同時にマジックナンバーも点灯。40がね、早くもね。いや、そらそうだよね、これだけ勝っているチーム、マジックナンバーが点灯する、当たり前の話じゃない。刻々と優勝の瞬間は近づいてきてる。おい、でこのタイミングで特殊能力獲得条件をクリアしたポランコ、松原ともに、これに向けて対左 D から C になって、左を得意にしたポランコより打つようになるし、松原はチャンス苦手意識を持っていたが、その意識がなくなって通常通りということになり、いろいろと強くなった。でさっきの話、この増田陸をこのタイミングで一旦2軍に落とします。戦力的に足りないから2軍に落とすんじゃない、未来のために落とすんだ。落とした増田陸はここまでミート打撃練習をさしてきて、まあそのおかげまでがミート能力はね、物語を通じて向上してる、パワーも上がってるって感じですけど、これから君がやるべきことは外野のサブポジ練習で、よりもっと外野を守れるようになることかな。今のまんまだとやっぱスタメンで使えないから、それさえ手に入れてくれたらいいんだけど、これだいぶ時間かかんのよね。さあ次が前半戦の締めくくりとなる最後のゲーム。カードの勝ち越しはすでに決めてはいるが、いや、ここもしっかりと勝って、よりいい流れで後半戦を迎えたい、そういう思いがあるからこそ、負けないようにね、いい勝ち方できてるし、負ける気配的なものは一切ないんだから、最後も当然勝つでしょう。先発は赤星、ここに来てまた打線の状態が調子悪くなる。だからといってスタメンを変えることはなく、相手がノリノリの岡田が先発ですが、また序盤チームのチャンスに注目して、もう楽に勝ちたいので、まずはチャンスに注目して適当に得点を取ればいい。守るような状況をまず作らないことですね。取られてもいいくらいの点差を開けていけばもう簡単な話なので、今日もそうしていこうかなと思います。ノリノリの投手が相手なんで、なかなかそれは厳しいか、いや、できんねんな、うちは。
まずチャンスはないですけど、いやいずれできるから見ててやるから、言われなくてもできるから、そんなことほらほらチャンスは来るんだな。さあ前半戦を気持ちよく締めくくっていきましょう。これもちょっと丸の状態の悪さもあるので、送りバントで最低限を積み重ねよう。状態のいい大城ですけども、大きな結果いらない。あ、この打球は落ちないし、これホームに帰ることもできないね。最低限という形での得点取れなかったら意味ないぞ。まあここで繋いでいけたらいいんだけど、うん、ちょっとそれが厳しいか。厳しいという泣き言いらなくない。打つんだぞ、正面ついてアウト。とりあえず、うん、まあいいや、次取るから、絶対取るから見てて。投げてる球自体そんな大したことないんでね、ノリノリってだけであって、ノリノリってね打者の場合は怖いんですよ。もうほんと能力に関わらずめちゃくちゃ打ってきますから。投手の場合ノリノリだから打ちづらいってことはほとんどないような気がする。ここで1点与えるか。うん、赤星を助けてやりたいんだけど、俺の言ってることとは対照的に全く得点取れず、あれ以降チャンスがないですね。この1点だけで赤星を負けさせてしまうの、え、嫌じゃない、嫌じゃない、すごく嫌じゃない。だからそうならないようにこのチャンス取らないと、もう回は7回ですよ。前半戦あっさり負けたくないな。結局この岡田相手全く何もできてない。やっぱノリノリってすごいね、偉大だね。それだけで抑えるもんな、こんな投手ですら。やばいやばいやばい、試合このまま終わっちゃう。このまま完封の流れで来ると思うんですよね。スタミナも残ってる。これノリノリだとね、スタミナの減りも少なくなるんですよ。だから長いイニングもより投げれるようになる。その上でいいピッチングもできる。いいことだらけやねんな、羨ましいわ。うわ、負けてしまう、このまんま。はい、ここで得点やったら終わる。はい、やったやったやった、やってほしくないタイミングでやってくれるのは相変わらず今村か。チャンスを作るけど4点取られた後でまた作ってもしゃあなくない。もっと早く作っててよ。相変わらずこいつが投げてるでしょ。このままいけば前半戦最悪な締めくくりになっちゃうぞ。やだなやだな、そうなりたくないな。だから流れを変えるバッティングで一発とか打ってっていうことは難しいのであれば、なんとかつないでだね、やっていかないと。もう9回チャンスはなさそうなんだよな。絶対取ってやる。詰まって、よし、落ちるやつ。岡本を繋いで一発が出たらどうなるか分かるよね。ランナー満塁で、帰ろうと思ったら帰れたけどね。いや、満塁で岡本のバットで全てを変えるんだ。前半戦を締めくくるんだ。返す必要がないでしょ、あそこでね。岡本のバットで全て返すから、見てて。状態悪くともこいつは関係ねえ。数々のホームランを前半戦で積み重ね、このままいけば4年連続の本塁打王、打点王だって受賞できるぞ。ここで打てばなおさらな。だから打つんだ。最低限の形での得点はありそうですかね、これ。帰れるよね、三塁ランナー。こういうのを求めたわけじゃないけど、まあでもこれ打点になってね、将来の打点王にもつながってくるかもしれないので、そういう意味では岡本で挙げられて嬉しいとはならないかな。やっぱここでひっくり返していかないと。変えてくれたね、ピッチャー、ありがたい。あのまま岡田の方が怖かったんだけど、矢崎、一発が出たら依然同点であることは違いはないぞ。出したいな、出したいな。てか出さないとな、さっき見た、これが最終回なんだよな、もう実質。が、生きた。このまま終わらないって言ったよね。舐めるんじゃないよ。ここまで負けてきたのはお前たちのノリノリの岡田がすごかったからで、その岡田を変えたバカな監督が悪いよね。結局監督がバカだとチームが弱くなって暗黒時代を迎える。うちのように。そんなバカ監督はもう変えましたから大丈夫。バカはいないからチームが弱くなることはない。チャンスあるか？よし、来た、最終回のこのチャンス。一打出たらさようなら。さあ、最高の締めくくりといきましょう。もうこの際誰で打っても構わへんからさ、ターニングポイントですね。試合を決めていくピッチャー堀江、てっきり栗林来るかなと思ってたんですけど、来ず。栗林だったらこのチャンスもなかったでしょうね。まあ、でもこいつから打つのもなかなか難しそうですよ。簡単ではないな。あー、これ内野安打という形もなくはないからな。あー、最悪、あー、最悪。もう最後別にね、勝つ負けるにしても延長までやりたくなかったのが本音ですけどね。もつれちゃったね。あとはまあピッチャーに任しながらチャンス来たらまた俺が打つみたいな感じですね。やることなくなくね、危ないね、ちょっと守護神の安明がね。また来たね、丸のところで。これセカンドランナーがポランコ、あ、シゲルも変わってますね。よしよし、1打で帰れるぞ。相手外野前進してきてるが、そして栗林ここで出してきた。どの道打たないとダメってことね。あ、危ないな、このまま終わりたくないんだよ。打たせろ打たせろ。でなんか正義もアバウトだしね、打たなくても勝てそうな気がするが、いや最後は打ちたい。でもボール、チャンスをつなげたが、この後大城、いや状態いいんだから大城で打てばいいだけの話じゃないか。相変わらず外野前進ですね。いやでももうどんな打球であれとヒットになったら一気に重信を返していく予定なので、止まらないよ、止まること知らないよ。うわー、危ないね。あ、おい、はい、どこういう形になっちゃって、もう決めれるか、決めなきゃな。まあそもそも請求がまたアバウトなんで、なんかあるかもしれないが。これ、パワーカーブ流して、フェアフェアフェア、落ちた、うぅ、落ちてないんだ。あれ
取られるか、いやさよならだと思ってたんですけどね、追いつくんだ。動揺止まらないが、あ、止まらない、その流れで失点許すことはなかったが、いや引き分けとかもやもやしない。もう回は12回ですよ。このまま終われたくない。投手は相変わらず任してね。たまたま玉田君、俺が取ったドラフト選手が最後マウンド上がってますが、抑えるよね、抑えるよね、抑えました。で最終回チャンスあるか、あるか、来ました。あ、もうこれこれこれどう考えても決められるやん。ノーアウトランナー1塁3塁で、これピッチャーは森浦、ようわからん選手ですね。もう岡本で最後決めるだけ決めるだけ、もう当てるだけ当てるだけ、どうしようかな。まあ当て方っていうのがありますからね、強振で。あー、でもちょもう最低限当てに行く、当てに行く、それでいい、それでいいよ。もう当てればやからね、当てればやからね、当て方重要だけどね。これはこれでさよならなら、さっきの西川が打球に追いつくことなくさよならの方が絵的に良かったような気がする。これが落ちてさよならになるくらいなら、まあ勝ったのであれば何だっていいんですけどね。そもそもこのゲームに関しては負けが濃厚なとこからひっくり返して同点に追いついて最終的にこれということになったのであれば、もうそれだけで価値がありますよね。最後までうちの強さっていうのが出ました。やっぱ今季はね、まず打線が強い。これは昨シーズンもそうでしたけどね、昨シーズン以上に強い。その上で何よりも投手が守ってくれる今村のような輩はいますし、どうしても発生するものです。働きありの原理ですよね。これ排除してもまた働かないものが発生する、そういう仕組みなので、まあもう今村を責めるつもりはないです。このゲーム勝ったのであればね、他に働いてくれるやつがたくさんいるから俺たち勝っている、そういう仕組み。改めて前半戦が終了して残りゲームは50試合、その時点で59勝30敗、勝率6割6分3でセリーグダントツの1位です。でマジックナンバーが点灯していて38、後半戦をこれをただ減らしていく簡単な作業。ついでヤクルトが2位につけていて、昨年の優勝チームですね。選手山田哲人が抜けたりしましたが、やはり田淵が加わったことによって依然強く、これからもっともっと強くなる可能性もありますよ、さらなる補強とかすればね。だから相変わらずヤクルトっていうのはうちにとって警戒すべき相手だし、それ次第ではうちの立場が危うくなったりする。その下に横浜、阪神とつけていて、阪神なんかね、山田哲人をヤクルトから強奪するそういう補強があったのにもかかわらず39勝50敗と悲しい結果やな。それは山田哲人が活躍してないからということでしょうかね。山田哲人の打率は全体19番目の2割6分2厘で、ホームランは9本、たったの9本、打点も28打点、得点圏2割1分9厘しか打てていない、盗塁も12個程度で、かつての足もなく成功率も別にそこまで高いわけでもないし、出塁率も3割3分4厘と、なんか阪神にいたことによってこのような数字に収束してますね、らしいなとは思いますが。で OPS も7割3分6厘程度。君が山田哲人という名前じゃなければようやっとるという評価されてもおかしくないでしょう。ただ君は山田哲人、かつての実績があって、あともらってる年俸もやたら高いですよ。こいつは5億を提示してましたからね。そもそも昨シーズンの数字の時点で5億の価値ないでしょう。のにもかかわらずそれを求めてきて、それをすんなりと受け入れた阪神、バカでしかないっていう。先の未来を見据えたら5億の価値がないこと、そして現状もないことより分かるはずなんだけどな。分からないから弱いんだ。前半戦の個人タイトルも確認していくと、このようになっていて、うちの岡本が本塁打を、打点を、また投手だね、いろいろとタイトル絡んでます。戸郷が最多奪三振と最多勝、最多セーブと最優秀中継ぎで、安明と中川の名前もあるので、この辺のタイトルも取れるんじゃない。ただ岡本のこの本塁打王と打点王はね、相変わらず2位との差そこまであるわけじゃないはず。本塁打数を並べていくと、まあそれでも5本空いてます。一時期3本くらいまで詰め寄られたんですけど、あれからまた開いた。打点に関しては本塁打ほどの差がないので、もう打点ってそもそもね、本塁打と違って結構すぐ稼げたりしますから、ここの部分はまだわからないね。岡本和真はここまで3年連続で打点王、本塁打王受賞してきてる、その流れもあるが、今季もまた取って4年連続といけるのか。前半戦を終えた時点では今まだトップですけど、後半戦どうなっていくかわからない。それは個人もチームも全てもな。ゆとりはあるが、ゆとりを持ったままだと何かが起こって何かが始まるかもね。そして7月28日を迎えて、今日からシーズンの後半戦がすぐ始まるということになる。前半戦は終わったが、これからがむしろ本番ですからね。まだ50試合も残ってるわけなんでね、その中で一体何が起こるのか、興味があれば後半戦の模様も見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。